大分市の大原自動車工科専門学校大分校では毎年卒業を控えた生徒たちが学びの成果と感謝を伝える機会として自動車整備技能発表会を行っています。指導に協力した企業の関係者や保護者ら50人が見守る中、2年生20人が定期点検や故障診断など4つの部門で接客や技術の正確さを披露しました。オイルフィルターっていうのがエンジンオイル交換2回につき1回の交換をお勧めしているんですけども、今回はどういたしましょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。生徒たちは卒業後、県内外の自動車ディーラーに就職し、安全な車社会を支えていきます。